はい、どうも皆さんこんばんは、エルザです。それではゴーストオブ対馬やっていきたいと思います。今回はですね、ハーンの鎧をやっていこうかなと思います。まあせっかくサブクエストあるんで敵の鎧も使ってみようと思い立ったので、こちらをしてからコウモンの狼かな、五門かなをやっていこうかと、順番的にはね。で前回、まあ今更なんだけどね、前回までいろいろやってて、その BGM がちょっと小さいなっていうのがあったので、大きめにして進めていこうかと思います。はい、さきさきさん、さやかさん、こんばんは。今日もね、まあ一日おきだけどね。あれ？クエストの人が。見当たらない。こっちだ。あとね、あ、いた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 。お頼みを聞いてください。ほいほい。猛虎が我が師匠を捕らえて、コトゥンハーンのために鎧をあつらえさせたのです。島を踏みにじるだけではなく、技術まで盗もうというのか。師匠は鎧を作り終えると、隙を見て逃げました。ハーンの鎧を持って。その行き先は、二つの部位をそれぞれ違う村に隠したと本人から聞いております。他の部位は、もうこの手中に。隠し終える前に見つかったのか。師匠は残りの在処を白状することを拒み殺されてしまいました。鎧を全て見つけ師匠の仇を討とう。あなた様が来てくだされば師匠も浮かばれます。鎧を揃えていただければ、お体に合うよう私が直しましょう。ハーンの鎧やっていきますか。そうか、すでに出来上がったものというか今使ってるものじゃなくて新作ね。遠い。なるほど、そういうことか。これは結構骨折れるな。まあね、猛虎兵が強いはずだからね。それはね、毒。待て、マッチンしちゃい。グッ。痛い。まったくね。痛い。また毒。ちょっと毒きついな。はあ、そうか、毒が敵に渡ったってそういうことか。上いるのね。おい、よし。でまず一人だね。まさか見つかってこんなことになると思わなかったな。降りない。よし。はいはい。待たせてしまったな。何百もの猛虎がはびこる城、お一人で取り返したそうですね。ああ、助かった。ありがとうございます。道中気をつけよ。はい、もうお前さん、おしょう。言い方合ってたかな。あぶね。
見つからずに上空から、あ、闇討ちか。そうだね、強化しないかちょっと微妙なんだよな。上からでしょ、上から。そう、これ使って、お、うまそう、あの肉。あ、そういう感じね。あー、まず一人、なんでもないです。なんでバレてない。はい、ご苦労です。いるね。上行きたい。上から仕留めないといけないっていうのがね。うん、あとはまだいそうだね。あと5人いるんでしょ。あと3人か。なければどうなってたことか。さあ早く逃げよう。どっちかな。あ、いたね。ふんふん、はいはい。ああ、こっちからだな。いやー、それはちょっと。ワンちゃんの鳴き声するね。来るね、どんどん来るね。これ以上上がってこない。そこにいるか。そしたら、おい、ウドクチャハルタヤゴー、さらば。あ、いたいた。あ、落ちる落ちる。まあ、いっか。あかん、落ちるぼい。落ちるぼい、落ちるの。ヒンドゥン。ヒンドゥン。おう。あー、そっちか。いや、痛いわそれは。僕も死にたくない。くぅ、マジか。確実に行こう。ふう。
一旦 OK かな。ちょっと煙玉で一気に稼ぎたいな。まだダメです。まだダメ。あ、いた。テントイン。で、OK かな。縄をほどいてください。動くな。いやー、危なかった。まだ生きてる。ありがとうございます。道中気をつけよ。あと2人。あー、見つからずにか。あ、上にいたのね、ワンちゃん。見つかった地点でダメなのか。おお、クジラ、すげえ。あ、すごいね、綺麗に咲いて食料にしてるのか。あれ？いない。なんでいないんだ。待たせてしまったな。この命すっかり諦めておりました。さあ早く逃げよう。さあ残すは一人と。クジラの肉は確かに九州の方で食べるもんね。ちなみに僕は食べたことはないですね。意外とお利口だな、あの犬は。ちょっと待ってね。上から順番にでしょ。意外と中か。ちょっと先に仕留めといて。下、まあいいか。闇討ちはちょっと諦めるか。はあはあはあ。天ねぎ持ってさ。そんなに鈴なる。
は危ない。あとは一番上に一人か。あれどうやって降りてくる？意外と上から入れたね。そっかそっか。こっちです。逃がしてやる。お侍、お会いしたのも何かの縁。この鎧は猛虎に追われた職人から託されたものです。では俺がハーンの代わりに預かっておくとしよう。よくぞ守ってくれた。当然のことです。鎧の部位が一つ手に入ったね。さあじゃあ次行きますか。さあ漁村はクリアだね。てか普通に村助けていく感じか。さあ続いてはここでこっちだね。いやーてか馬の名前つけたいんだけど。上取っていいか、道なりでいいか。さあバルトゥ倒していきますか。バルトゥ、はあ、どんな感じ。危ない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 。いける？いけないね。あ、意外と。悲しいな、鳴き声が悲しいな。まあ、やったの俺なんだけど。すまんな。ん？あそこか。そしたら、とりあえず。あれか。
ああ、もったいねえことした。画面。よし、一番の敵は画面やな。よいしょ、登って、たらもっとちゃっとこえ。おい、そう、んで、お、上りあるね。ホタル眩しいな。上りのゲットと、わし、タカか。石の方で強打で、よろめき。後ろ切るともう終わりなんだよね、電撃。痛いね、相変わらず。ったく、やり兵がつらい。上から行った方が楽そうか。ちょっと上、ちょっとどころではなかったね。当たんねん。あ、そういうことね。2発で、で、OK。何事もなかったことになるからな。ああ、鎧か。何かあるアイテム。よし、オッケー。んで、おい、うどくさ、痛い。あ、やばい、これはやばい。で、もう一人いたよね。よーし、こんなもんかな、ここあたりは。くー、
あ、しくったね。あーむずい。安定は水の型だな、やっぱ。風使っていくか。なんだかんだ槍兵多いからね。全然当たんねえな。結果見つかったか。まあ行くか。なあ、そうなるか。ふう、ちょっと待って。ああ、つらい。いやー、下からスタートもきついな。いやー、意外とね。まったく強すぎんだよね。よし、次、下。ボス出てこないね。さあ、火薬だるはあっちか。遠い。いやあ、ここ大変だったなあ。あれだね、名前が変わってるね、チャットの方で見たら。さあ、ボス戦だね。名前変わってますね、しっかりと変わってます。さあ、ボス戦。これ戦い終わったなと思ったら雑魚敵来るんじゃないかな。しかも、ああ、そう来るね。ああ、ダメ、強えな。起き上がりほとんど意味ないんだよね。大体繰り返しで。よし、決めたかなと思ったら、その、おお、すごい、逃げ気入るのか。
られた鎧の一部だ。あ、腕。で、あとは胴体かな。さあ、技量ゲット。今大変ハーンの鎧集めに困っております。いやー、技量は手に入ったけど、あれ、村は救えてない、もしかして。まだあ、救えたね。よし、あと一つ。名前ですか？名前いいっすね。エルトングのね。エルレトングの名前に恥じないような感じになってるの。ぐるって回った方がいいか。さあ、酒蔵だね。臨前でいいのかな。森前かな。毒針で敵を倒せ。喜んで。でも毒針正面のがいいのかな。ダメか。あとは、はいはい、仕留めてあげましょう。よし。いや、毒強えな、ほんと。逃がしてやる。このご恩は忘れません。もう安全だ。あと一回使えるか。ただね、盛大にバレるんだよね。何に見られた？あと3人。ちゃんを先に仕留めて、お尻に。お、危ない。バレるところだった。大丈夫大丈夫。大町を奴らに見つかります。
マジか。カウンター見事にしてきたね。はいはい。さあ今のところ順調。待たせてしまったな。どうしようかな。次何で攻めていこうかね。やっと自由だ。さあ早く逃げよう。これ面白いのがさ、意外と女性見ないのよね、捕まってる捕虜で、ね、男性が多いんだよね。いたね。一人。中一人か。あ、いや、いるね。これはダメ、倒しに行っちゃった。ダメ。よし。違う違う違う、そこではない、そこではない。危ない。降りてこぬか。あら、意外と来ないね。うわ、マジか。使えばよかった。もったいねえことしたな。クロードの刀が思ったより使えてないんだよね。祈りが通じたようです。もう安全だ。さあもう一人。おお、それ避けるか。ほらほら、よし、これで OK かな。いやー、やっと揃った。お侍様、助かりました。わしらはこの鎧を守るよう頼まれたんですが、あなたにお預けするべきですな。それはハーンが作らせた鎧だ。さようでしたか。もうこの手に渡らずよかった。さあ全部集まったね。ついでに村も助けれたね。
やてか弓で倒しきれないっていうのも増えたね。お、なんか物資でも頂戴してた。よし、クリア。じゃあ戻っちゃいますかね。いや、ここ行くのか。4箇所か。いやー、まあまあまあ仕方ない仕方ない。下だねー。ドグシーン100度超でいいの。そっか、また隊長か。ああ、鈴を調べてる敵を倒せか。肝心の鈴はある。そうね、特に特にだよね。今真横に、ごめんね、ちょっと待ってね、ちょっと待って、真横に今見られてた気がするんだけど。セレンステベ、お土産。よし、じゃあドーンと景気よく。ヒヤリーいいねー。えほい、燃えろ燃えろ。あとはどのあたりいる。あ、いたいたいた。あ、弾の数決まってんのか。打ち放題ではなかったね。多分だよねだよね、そのままいけるよね。まずあそこか。したら終わりな感じはしたけど。おい、よし、オッケー。まず上りが一つ。何もないな。やまるやぎやまるを。よまさ。天丸。よし。で、二人。三人。
よし。おお、マジか。いい腕してる。うん。まず煙玉ゲット。いやーもう無知識よ。やるならやらないとね。こんな風にね。やられたらもう、一からやり直しっていうのがめちゃくちゃ辛いのよね。お邪魔しまーす。まさかね、後ろから来るとは思わないだろうね。はい、うん、何も持ってないね。よし。いやー、うまくいった時の爽快感は何とも言えないんだけどね。めちゃくちゃいいのよ。お、ラッキー。ありがたいね。やられに来てくれたのはありがたいね。ここいるね。上りが見つからぬな。ほう、ない。違うね。ああ、もったいないねー。煙玉ゲットして、一応ね、ホタルが光ってるから近くにあると思ってるんだけど。どおどういう、そうか、ああいう風になるのか。見つかんねえなあ。潜っちゃった。違うね。なんか通り過ぎてる気はするんだよね。
あ、あった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 。あと2つ。あと2つどこ？上か？フェンドマン！バレるやろ普通にバレると思うんだけどな。あったあったあった。あ、気が合うね。敵の割に強すぎる。で、あとどこよ。いやー、どっかで見落としたかな。あと1個はどこ？意外とね、表示ないのよね。あ、まだいたね。そう、めちゃくちゃ迷っておりますこんなはずではなかったんだけどな。こんなはずではなかったんだけど、そこの上かな。いや、違うね。いやー今回なかなかだな。もういいや。て、八つ当たりみたいになってた。ほい、お土産。そんなところあったの？下か。
全員倒したら出てきたね。ちょっと回復して、よし、これでボスが出てくるかな。タルタルタルタール、あったあったあった。さあボス戦いきますか。槍かな、鎧かな。ああ盾か、よし。盾がね意外と倒しやすいのよね。さあその首もらおうか。ちょっとね見つからなかった鬱憤をここで晴らしたい。シールドバッシュ強かったね。一撃か。そうくるよね。いやーそうか、簡単には倒させてくれないか。はあ、見切られたね。いやー、独身強え。盾か。ちょっと待った。であれば結構強かったね、思ったよりね。あーやっぱ耐えれて一発だね、強えなー。ハハッ、隙間気力は回復しきらないな。いやさっき同じようなボスと戦ったはずなんだけどな。
隙間だね。いやー、綺麗についてくるな、間を。最初は いけるんだね。最初はね、よし、これでいけるね。これで全て揃ったな。さあ、足、あの弟子の元に戻るか。はあ、強かった。さあ、独身撃破だね。はあ。パターンが決まってるわけじゃないけど、なんとかやね。さあ、技量もゲット。そっか、技量もだいぶ上がったし、増えたね、ポイントがね。よし、鎧持っていきますか。いやー、ボス戦はなんかドツボに入るとダメだね。さて、型は大体ゲットしてて、2か、癒しと、鉄ハウ、鳥居持ち、内の威力上げとこうか。よし、あ、中か。さあ、弟子さん、いかがです？鎧は見つかりましたか？もうこの手に渡ることは二度とない。師匠の仇は取ったぞ。これで師匠の鎧をめぐって傷つく者は現れないのですね。ですが、あと一度だけでも教えを受けたかった。お主が教えればよい。そうですね。わしも弟子を取り、師匠の技が後の世まで受け継がれるようにいたします。おお、すごい猛虎だ。あ、面頬じゃなくて仮面になるのか。体力が大きく増加、あらゆるダメージが減少。あ、結構ガードが型なんだね。なんだろうな、ただの変態みたいな感じになってしまったな。今見たら何と言われるだろうな。まあ、おじ上はね、文句言うだろうね。うちの鎧は猛虎の武器にも負けません。猛虎の刃は通しません。あ、武士が圧倒的に足りぬか。あー、でもかっこいいね。酒井家の門が入るのか。で、5作でいいんだけど。
よし、じゃあメインクエストやっていきますか。いや、だいぶかかったね。大海から上野岳の砦に続く古道があるんだ。だけど猛虎に陣取られてる。チラスにも味方が欲しいね。佐護山に狩人の集団がいる。頭は武志。友なのか。違う。だけど手を貸してくれる。弓の腕はかなりのもんだよ。一人で会ってきて。私は志村の城を抜けて近江に行ってくる。皆と共に南を攻めろ。俺は狩人を連れ北から攻め入ろう。うまくいくかな。ああ。抜かるでないぞ。あんたも。近江か。さ。どのあたり？遠いね。また遠いね。ちょっと野営を仲介していきますか。ほう。こっちはさすがに違うでしょ。合ってた。野営野営。野営は上か。いや、こんなところの野営って寒すぎるやろ。さすがに撃たないね。そこのお方、温まってってくれ。何かご入り用でしょうか。じゃあ話していきます か。名前もご存知か。酒井仁、ユナの友だ。あいつの生きてんのか。大見への道が固められた。俺一人では道を開けん。手を貸してほしい。どうしたもんかね。狩りの名手だと聞いたぞ。この地の狩人の頭だそうだな。ユナがそう言ったのか。戦に慣れておるともな。違うのか。慣れてはいる。だがわけもなく命を懸けられないな。この冬は寒くなれ。山の中で凍えながら過ごすより砦で暮らしたいだろう。春までいていいなら乗った。決まりだな。獅子を狩るのとは訳が違う。まずは様子を探る。いやー、真っ白だねー。猛虎の射手が門を守り、絶え間なく騎兵が往来してる。我らが北から攻めればユナたちが南から乗り込む手はずだ。ユナも一緒か。なるほど。砦は崖際にあるな。登って入れそうだ。砦に材木を送る木こりの宿営だな。猛虎が現れてからはもぬけの殻だ。崖登りの腕は増えてではない。さあやっていきますかね。弓は大丈夫と。うわあ、さらに移動か。遠いね。今日は結構な移動を繰り返してるね。
かで見えん。はい、お、来たね。逃がしてやる。さ、練習はできたね。堺様、違いますか。お主は春においでになった岡田の集落の者です。今や猛虎に乗っ取られ、非道の限りが行われております。よく覚えておる。必ず村を守ってみせよう。とりあえず山降りてまっすぐだね。近、まあ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 、まっすぐ下行って、え、海沿いに行く感じかな。意外と雑魚敵は多いね、やってて思うけど。弱い敵だったらいいんだけど、雑魚じゃ、雑魚じゃないからね、それが辛いんだよな。あっちか。さあね、渡ってさらにだね。あと200。すまん、ちょっと無視する。の近くだからいたか。木こりの宿営に向かおう。さあ左手側かな。お、あったあった。三階さん、こっちだ。ようやくここまで登ることで、だがノロノロしてると猛虎に蹴取られそうだ。そこから離れろ。すぐに行く。あった。そういうこと。なぜじゃ、なぜ飛べぬ。ユナのやつ、変わった友ができた。策を練るぞ。ここから砦の中が見える。右側は屋根の上から場をかき乱せるな。ユナが言いそうだ。いろいろと教わった。山際から砦を見渡せそうだな。敵も狙い撃てる。あそこにいての多くを置こう。お前ら続け。他の者は崖へ向かえ。俺に気づいた敵を仕留めてくれ。よし、分かった。気をつけろ。ほうほうほう。今日は無理ですか。意外と届かんな。お、仕留めたね。おい、来ないで。
刺激もらったか。めっちゃ震えてるじゃん。さあ攻めよう攻めよう。ほら攻めるぞ。お、これで終わり。意外と簡単だったね。まあでもそんなんで終わるはずはないと思うんだけど、特にないね。よし、区内に帰って、いや下か。こんなのケダモノがすることだ。それが猛虎だ。キコリは抗ったのだろうな。一人残らず殺してやろう。騎兵が来るぞ。ここなら挟み撃ちにできる。隠れろ。聞こえただろ。散れ。合図したら矢を射よ。さらにか。今少し待て。今だ。殺してやれ。おわー、しくったいよ。熱い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 。待て待て、それは困る。志村様が遠兵を募り軍を作ったとき、なぜあんたが率いない。道を開くよう任されたのだ。手下を一人もつけてもらえなかったのか。お主がおると伝えた。お許しになるとはな。まあね、嘘をついてしまったね、とっさに。まあ仕方ない。南門から聞こえた。様子を見てみよう。もう言うな。まさかあいつが向こうに行かねば。橋の様子を見るぞ。攻め入ったか。上か。よし。あー乗れない。兵は南門に集められてる。今しかないぞ。今だけか。ってなると、橋を抜けられたとしても日槍の良い的になるな。鍵縄とやらで橋を下から渡って日槍を奪えないか。あ、そういうルートね。まあそれ大いにありだね。火にかければ向こう側に渡れる。登れそうな崖もあるな。見つかったら俺らが射抜いてやる。足を攻めようが攻めまいが、危うきことに変わりはない。俺らは指揮に従うよ。では備えておけ。頼もしいね。さあ危ない。よし、物資は頂戴して。なんで下がったの。いやー、いや、敵は紐やったな。ほっ、はっ、よし、オッケー。問題なしだね。あとは登っていくだけ。結果よし。さてどう仕留めるかな。
いいのかな。よし。そうそう、燃やせ燃やせ。ですよね。あら、いない。味方か。よし、行こう。そっちか。画面内じゃないとダメか。サクッとな。仲間に加勢する。待って待って待って。おお、槍川の兵が来てる。槍川の戦士も一緒だ。おお、大詰めって感じやね。よし、どれだけ待たせんのさ。こっち来ないで、見つかっちゃう。ケンジ、隠れてよ。ケンジがいる。なぜ門を開けるまで待たなかった。ちょっとノリオもいるね。坂井様、ちょうどいいところに。抜かるなよ、ノリオ。もうほぼ区内しか投げてないからね。どっちだ、上か。さあ、さあ、砦を奪いますよ。おのおの方、怪我は？少しもないわ。まあ今のところはな。無事です、酒井様。こんなに寒いだなんて聞いてませんよ。いずれ慣れるさ。城郭に迎えるよう武具を整えておけ。お主、たけしと何があった？ずっと前のことさ。あやつらただの狩人ではなかろう。そうとも言うかもね。砦で道を守るよう頼んだが、ようやく猛虎から逃れた民を襲うような賊であっては困る。悪さをすれば私が許さない。たけしはお主に会いたがっておったぞ。もう会った。早く立とう。では城郭へ向かおう。そこで最後の策を練る。やっとハーンを殺せるんだね。さあ、陣の道クリアですね。仲間に再会しろはこれで達成と。いやー、集まってきたね。さあ、あとはケッシュか。お、まだ移動ができない。意外とサクって進んだね、思ったよりね。そうか、もう結集か。早いな。意外とトントントンっていくもんだね。おお、石川じゃん。先生、巴の件ですか。豊玉におるあやつの旧兵を片付けておかねば。後ろから襲われてはかなわん。
ほう。いや、サブクエがある感じではないのか。ナスバーの怒り、どういうことだ。あとは誰かが乗っ取られるって噂は信じてるのかい。本当どんな鎧でも結構です。これで安全です。礼を言う。あなた様のお役に立ててよかった。クロードの鎧ね、やるだけでだいぶ40%か。ああ、結構かっこよくなるね、見た目ね。最終強化とまではいかないけど。ああ、こういう感じか。あとはちょっと結集までしますか。あ、後ろね。弓強化できる人は話せる人いなかったかな。あ、下だね。いやーでもなんだかんだ進んだねー、このゲームもね。金、材木、布を扱います。鉄ハウ、鳥持ちか。鳥持ちあげるか。お役に立ててください。あげれるものあげておこう。恐れながら数が足りませんね。右、お、ちゃんと稽古つけてる。お、いたいたいた。ここも人手が増えて嬉しい限りだね。他の皆は？みんな支度は済んでるよ。ハンを殺せるのはこの対馬にあんたしかいないって先生が言ってた。一人では無理だ。しかも策がなくては。あいつは手下を従え港にいるよ。まず守りの穴を探さねば。その先にあるハーンの隠れ場もな。鳥にでもなれたら楽なのに。いいところがあったよ。闇が味方のうちに立とう。泉の港。港か。泉の港、かがり火台からならよく見える。登れればだけど。気づかれなければよい。いざ行くぞ。隠密か。隠密か。一番きついな。あれだね。いやー、しれっとこれは正解だったね、格好的には。なぜハーンは泉に来たの。対馬から本土に渡り蹂躙するつもりなのだろう。今を逃せば止められなくなる。この花って俺の毒の元となる花だ。猛虎が摘んでいったんだね。我らを殺すために。毒を使ったこと悔やんでるかい。いや悔やんでない。大勢の命を救ったのだ。もっと大勢が死ぬことになる。その前にハーンを止めるほかない。そうだ、ハーンを殺さなきゃ。すぐ攻め入るのは無謀。崖側から回り込むぞ。物見の裏を書くのか。いいね。こっちかな。
よし、大丈夫。ああ、危ない危ない。あ、クロードの方5人で OK なんだ。めちゃくちゃいいね。はい。あ、落ちなかったね。あー、蹴ったらそのまま落ちてくれるかなっていう期待したんだけど、甘かったか。ほう、蹴りが入らなかったね。しゃあない。それはバレないか。ほい。させなければいいだけだもんね。よし。ああ、一人あそこいるね。はあはあ。どう動く？あ、いい感じに動くねー。チンハルゴ。ほい。よし。ユナ、ユナちょっと、ユナちょっとで邪魔。さ、バレずに来た。うん、トリカブトだね。樽の中身は何だろう。火薬かな。花だ。毒用の。一樽で何百人も殺せる。ハーンは本土で使うつもりだ。対馬から出してはならん。海を見る。ないで。嵐の前の静けさ、こちらの利になるやもな。今は火を消したままにしておくと、もうこの船の目指す印になってしまう。やつらが去ったらつけよう。さあ、物見と行くか。さあ、物見。良い案が出ると良いが、あの辺りに兵はおらんな。開けてて守れないから。だが不意打ちには申し分ない。じゃあ、あそこ誰かいるんだね。あの岩場から猛虎の水軍を見て取れる。ヒヤリがあれば船を真っ二つにできるのに。あのヒヤリめちゃくちゃ強いよね。あそこに旧兵を置ける。猛虎を丘に誘い込む。騎兵に囲まれてしまうだけか。鳥が弧を描いておる。何かが来るのを怖がってるみたい。嵐だ。じき陸に降り立つのだろう。陸か。港の町は？あれがハーンの隠れ家か。船着き場にも水軍にも近い。賢いね。ハーンは本土に向かう手はずがついておる。船には兵も火薬も積んであるだろう。俺の毒も。対馬で止めねば、日の本が危うくなる。大風がいつ来るかが肝になる。大風が来ればハーンは船を止めねばなるまい。その時仕掛ける。船も積み荷も壊してやる。そのためには兵器を盗まなきゃ。お主ならば安きこと。ふん。その後はどうする。小勢が猛虎の気をそらし、俺が港に忍び込む。そしてハーンを撃つ。いい策だ。
では上学で司祭を決めよう。さあ、ということで結集クリアですね。まあ柵はなんだかんだこれでできたと。そうか、あとはあら、クエストが一旦ないね。あ、地頭の心が更新されましたね。地頭の心ってなると、叔父上か。はあ、叔父上のクエストが出たか。そうだね、火星を呼びますか。はい。ということで、今回ここまでにしたいと思います。いやー、なかなかでしたね。まあ、多分、終わりにそろそろ向かっていってるところなんで、まあ、おじ上が力貸してくれるかどうかっていうのが一つあるけどね。まあ、それも次回見ていきながらやっていきたいと思います。ということで、ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。